脂肪がつきにくい炭水化物があるんですね。ダイエット中っていうのを忘れてしまうぐらい美味しくなる食品です。食べれないと思ってたあの炭水化物がこれに置き換えることで実は食べることができるんです。皆さんこんにちは、豆です。タマです。今回は何ですか？今回ですね、炭水化物の最強食材10選。皆さんは炭水化物を食べると太る、脂肪がつく、そんな思いがあって怖くて食べれないんです。そんな悩み抱えてませんか？ただし実は炭水化物を摂ることによってむしろダイエットが加速するんです。そこでダイエット中にこの炭水化物を食べれば痩せる、そんな最強食材を10個紹介してきます。そこで今回の動画一つでダイエット中に食べて OK な炭水化物を全て紹介します。炭水化物を食べるのが怖い、脂肪をつけない炭水化物を知りたい、そんな人にとっては今回の動画参考になると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず痩せやすい炭水化物を紹介する前に、太りやすい炭水化物とは何なのか、これを説明していきます。皆さんがイメージしている炭水化物を食べたら太ってしまう、これね別に間違いではないんですね。まあというのも、炭水化物を食べて太ってしまう原因っていうのは、まあ糖質、まあつまり炭水化物のことなんですけど、糖質を摂ることによって血糖値が上昇しちゃって脂肪がついちゃう、これが原因なんですね。もっと分かりやすいように具体的に話していきたいんですけど、炭水化物を食べたらこの血糖値が急上昇する、この上がった時にですね、血糖値を下げようとインスリンっていうホルモンが出てきちゃうんですよ。でこのインスリンっていうホルモンは血糖値下げてくれるすごくいいホルモンなんだけど、一方で脂肪を溜めやすいっていう、そんな働き効果もあるんですね。だからここまでの話をまとめると、炭水化物を食べて血糖値が上がる、上がったことによってインスリンっていうホルモンが出て結果脂肪がついちゃう、だからそんな炭水化物っていうのは太りやすいよっていうイメージです。ただし実は血糖値が急上昇しづらい、まあ、つまり脂肪がつきにくい炭水化物があるんですね。突然なんですが、皆さん GI 値って聞いたことありますか？でこの GI 値っていうのは血糖値が上がりやすいか上がりにくいかっていうのを数字で表したものなんですけど、でこの GI 値っていうのが低ければ低いほど血糖値が上がりにくいので、ダイエット中におすすめの炭水化物になるということです。そこで今回紹介する10個の炭水化物っていうのは、脂肪がつきにくい GI 値の低いものだったりとか、ダイエット中に食べれる意外な炭水化物も集めましたので、早速紹介していきます。では早速ここからは炭水化物の最強食材10選を紹介していきます。最強食材を紹介していく前に、 GI 値がどれくらいの数字で高いのか、 GI 値がどれくらいの数字で低いのか、この目安をお伝えしていきます。この GI 値っていうものは100点満点でね評価されるものなんですけど、高い GI 値っていうものは70以上のことを指します。で逆に GI 値が低いもの、これは55以下を指します。一つね、ここで皆さんに参考にある食べ物を紹介します。それがね、白米。まあ白米ってすごく太りやすいイメージみんな持ってるじゃん、うん、でこの白米っていうものが GI 値が84なんですね。なのでさっきの基準で言うと GI 値が高い食べ物になるので、まあ言ってしまえば太りやすい炭水化物には値します。それでは早速最強の10選紹介していきます。炭水化物の最強食材一つ目は玄米です。これ玄米って聞くと白米と比べてなんかいいみたいなイメージありますよね。ある。で白米がね、さっき言った GI 値が84っていうのに対して玄米の GI 値は55でかなり低めなんで、ダイエット中にはすごくおすすめです。ちなみに今回の動画では上に GI 値とカロリーを、ね、出しておくんですけど、玄米ってダイエットにすごいいいって言われてるんですけど、実はね 100g あたりのカロリーって白米とねほぼ変わんないんですよ。ただ玄米っていうのは血糖値が上がりにくくて太りにくい炭水化物なんで、ダイエットをこれから頑張るって人は白米から玄米に変えてみるのもいいと思います。続いて炭水化物の最強食材2つ目はさつまいもです。実はさつまいもも先ほど紹介した玄米と同じく55と GI 値が低い食べ物になるんですね。でこれさつまいもがねすごくね僕らおすすめしたい理由として、デザート感覚で食べられる、これめちゃくちゃポイント高いです。皆さんもダイエット中に甘いもの食べたくなる機会ってやっぱ甘いもの好きの人あると思うんですよ。そんな中でさつまいもってすごくデザートとかにも使われるぐらい甘みがね強いものなので、ダイエット中に脂肪をつけたくない、でも甘いものを食べたい、そんな方にはねこのさつまいもおすすめです。さらにこのさつまいもが優秀な点として食物繊維を多く含んでるんですね。でこの食物繊維があることによってお腹がねすごく膨らみやすくて空腹感をしのげるって言われているので、空腹が続いて我慢できないとか甘いものを食べたい、そんな方はぜひ食べてみてください。続いて炭水化物の最強食材3つ目はそばです。ダイエット中に麺類で一番おすすめなのがこのそばなんですね。でこのそばっていうのは GI 値が低いだけじゃなくて 100g あたりの炭水化物量も少ないので、白米とかよりもたくさん量を食べれるんですよ。なんで脂肪もつきにくいし量もたくさん食べれるんでめちゃめちゃおすすめなんですね。でこのそばっていうとこう対になるのがうどんだと思うんだけど、このうどんっていうのは GI 値が85で結構高いんですね。なんでうどんかそばで迷ったらそばがおすすめです。ここで皆さんに一つ大事なポイントを紹介します。これ炭水化物が太りやすいか痩せやすいかを見極める上で大事なことなんですけど、白い炭水化物っていうものが一般的に太りやすいって言われてます。で一方で茶色い炭水化物、これはね
ね、ダイエット中に向いてる痩せやすい炭水化物と言われてるので、さっきのね、うどんだったら白いし、そばだったら茶色いもの、こんな感じでね、自分自身でこの後紹介するものもどっちかなっていうのを頭で考えながらぜひ見ていってください。続いて紹介するものは、皆さんが健康にいいと思ってるあの炭水化物です。炭水化物の最強食材4つ目がオートミールです。オートミールっていうのは商品によって1人前何グラムっていうのはもちろん変わってくると思うんですけど、だいたい1人前30グラムなんですね。でもこの30グラムって聞くとすごい少ないって思う方がいると思うんですが、これ実はオートミールって調理するときに水をね入れて調理をするんですけど、水をね入れることによってめちゃくちゃ膨らむんですよ。なので1人前の30グラムでも結構な量あります。ちなみにね、僕らが食べてたオートミールっていうのがここに貼っとくんですけど、このプレミアムピュアっていうものをよく食べてました。オートミールは栄養素もねすごくいいんですけど、その他にもすごくいい成分が入ってて、さっきもね紹介した食物繊維なんですけど、これねオートミールに食物繊維ってすごく入ってるので、腸内環境が良くなって便秘改善になったりとか、ダイエット中に取った食事からの栄養っていうものをきちんと体に運んでくれる、そんな役割がありますんで、オートミールはねおすすめになります。あとこのオートミールのおすすめのポイントとして、しょっぱい系の食べ物も甘い系の食べ物もどっちもレシピがあるんですよ。なので皆さんのね今日食べたいなっていうその気分によって使い分けることができるので、一つあったらとても便利です。続いて炭水化物の最強食材5つ目がバナナです。バナナっていうのはご飯とかと違って気軽に食べれる炭水化物なんで、トレーニング前だったりとか間食などの小腹が空いた時におすすめです。でこのバナナっていうのは果物の中でも特に筋トレとかダイエットに効果的なんですね。ダイエットの効果だとカリウムってものがバナナに含まれてるんで、むくみをなくす効果がありますし、筋トレ面だとバナナには疲労回復する効果があるので、筋トレ後の炎症を抑えてくれたりもします。炭水化物の最強食材6つ目がジャスミン米です。このジャスミン米は白米よりも 100g あたりの炭水化物量っていうのは多いんですけど、白米に比べて圧倒的に GI 値が低いんです。なので血糖値が急上昇せずに脂肪がつきにくい、そんな優秀な炭水化物です。ここでね、皆さんが一番最初に紹介したい、じゃあ玄米とジャスミン米どっちがいいのって疑問に思う方もいると思うんですけど、ぶっちゃけ好みでいいです。まあ玄米が好きな人だったら玄米食べてもいいと思うし、ジャスミン米だったら意外とねタイ料理とかに使われてる香りが高い、好きな人は好きだしっていうお米になりますので、そこはねぜひね食べたい方を選んでみてください。続いてなんですけど、ダイエット中に食べれないと思ってたあの炭水化物がこれに置き換えることで実は食べることができるんです。炭水化物の最強食材7つ目が全粒粉パスタです。この全粒粉パスタも玄米と同じで、普通のパスタと 100g あたりの PFC とカロリーはあんま変わんないんですね。ただ大きく変わるのがこの GI 値なんですよ。つまり脂肪になりやすい動化の部分です。普通のパスタが GI 値が65に対して、この全粒粉パスタってのは50なんですね。でこの GI 値50っていうのは全体の中でもかなり低いんですよ。なのでダイエット中にはね特におすすめです。でぶっちゃけ GI 値が低いから劇的に痩せるとか明日から体が変わるって話ではないんですよ。ただ他の動画でもいつも言ってるんですけど、ダイエットっていうのはいかにちっちゃなことを積み上げていくかどうかなんですね。なのでこれは継続が前提になっちゃうんですけど、こういう小さなことを大事にするかどうかで長期的に見た時に結果っていうのはかなり変わってくると思います。炭水化物の最強食材8つ目がジャガイモです。ジャガイモっていうのはこの GI 値がね90と、これまで紹介してきたものに比べた GI 値が高い食品になるんですけど、これ実はポイントが一つあって、ジャガイモを冷ますことによって血糖値の急上昇を抑えてくれる成分っていうのが出るんですね。なので GI 値が90とちょっと高い食品なんですが、実際冷まして食べることによって GI 値が低いものとね同じような効果を得ることができます。でこっからがジャガイモの一番おすすめのポイントです。それがめちゃくちゃな量を食べることができる点。これジャガイモっていうのは 100g あたりの炭水化物量っていうのが白米とか他のご飯類に比べてめちゃくちゃ少ないんですよ。なので皆さんが白米を 100g 食べれるのに対して、ジャガイモっていうのは同じ炭水化物量で 200g 食える、まあ、つまり白米の2倍多く食えるんですね。なのでダイエット中っていうのは食事制限をして食べる量っていうのは減らすのが当たり前だと思うので、こういったたくさん食べれるジャガイモをうまく工夫してダイエットを加速させてみてください。続いて炭水化物の最強食材9つ目がベーグルです。このベーグルは GI 値が75とちょっとね高めなんですけど、ダイエット中に食べれるパンとしてめちゃめちゃおすすめなんですね。まあ、ダイエット中ってさ菓子パンとか食べれないじゃん、で普通のね菓子パンとかっていうのは糖質と脂質っていうのがかなり入ってて、ダイエット中には、ね、なかなか食べれないんですよ。ただこのベーグルっていうのは基本的にどこで売ってるものも脂質がめちゃめちゃ低いんですね。なのでダイエット中にどうしても菓子パン食べたいなとか甘いもの食べたいなって人はね、ぜひねベーグル食べてみてください。最後に紹介する食材なんですけど、これまで紹介してきた食材と掛け合わせることによってダイエット中っていうのを忘れてしまうぐらい美味しくなる食品です。炭水化物の最強食材ラストが蜂蜜です。蜂蜜って聞くとパンケーキにかかってたりとかさ、いろんなデザートにかかってるイメージがあって、食べれるのって思う方もいたと思います。実際にこれは GI 値が低い食べ物ではないんですけれども、 100g あたりの炭水化物量とかを見るとダイエット中にも食べることができる甘いものなんですね。例えば今回紹介したさつまいもだったりとかバナ
ーナ、そしてベーグルとか、ここら辺にかけて食べたらもうただのデザートです。僕もね、すごい甘いものが好きで、ここら辺はね、よく食べてるんですけど、ダイエットしてたっけなって忘れちゃうぐらい、本当に美味しくなります。で、この蜂蜜っていうのも、かけすぎたりしたら、もちろんね、炭水化物量っていうのは含んでるんですけど、そんなにね、かける人はいないと思うので、大体僕だったらね、1回で 10g ぐらい、そしたらもう炭水化物も本当に微量しか含まれてないので、本格的にデザートを食べたいって思った方は、ダイエット中に使ってみてください。今回は、脂肪がつきづらい炭水化物を10個紹介してきました。今までね、白米しか食べてなかったとか、むしろ炭水化物を抜いてた、そんな方には今回の10個をね、把握することによって、明日からの食事っていうのがすごく楽しく変わると思いますんで、ぜひこの10個の食材を活用してみてください。また今回炭水化物をね、10個紹介したんですけど、実はね、タンパク質も最強のものを10個紹介してるんですね。で、このタンパク質と炭水化物を両方見ることで、ダイエット中に何食べたらいいかなって分かってくると思うんですよ。で、それは今回の概要欄だったりとか、動画の最後に載せてますので、ぜひそちらを見てみてください。というわけで、僕らは日本一の筋トレ YouTuber を目指して、これからも頑張りますので、ぜひ応援してくれる方は、チャンネル登録、高評価、お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイっていう食材を、ちょっと、ガオーって。可愛くねえだろって、ごめんね。情報量多しすぎて頭追いつかんわ。